Everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。11月8日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオからキウナゴヤお送りいたします。今日のですね、リスナーさんの名前を叫ぶは、浦添のしんちゃん、元気ですか？いつもツイキャスのコメントありがとうございます。はい、今日はね、皆既月食ということで、なんか皆既月食をこう時間ごとに見てるのが楽しくて楽しくて、それを見ていたらなんだかラジオの時間が迫って焦ってしまった味噌煮込みスキーと、皆既日食なんですけども、皆既月食ですけど、いやー、なかなかスマホのカメラでうまく撮れなくて、いやー、皆さんどうやって撮ってるんですかね。どうしてもピンボケしちゃうなーと思ったダンサーでございます。なかなかうまく撮れないですよね、はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマはフルーツ。今週のテーマはフルーツです。なんか今片野さんみたいな言い方したね。ん、そう。はい、メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。今夜は名古屋は栄養コーナーがあります。ちょっとだけフルーツのお話をします。この番組は高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、自動車整備士を絶賛募集中、名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート、名古屋東海共和、アートワークウェブサイト FMJG、ウェブサイト制作、システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中、福田康之フリージャの花、芋掘りイベントは八重瀬町ぐしちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。はい、メールご紹介します。はい、お願いします。先週のですね、ドキドキで、来ておりますのでお読みしたいと思います。はい、ゼニガタ警部からです。秋の番組改編で西町の放送局の昼間に放送している新企画の勝ち抜きバトルクイズバトルの初回出演者に選ばれた時はいきなりだったので、クイズバトルの当日は少し緊張したことに加えドキドキしましたね。そりゃそうでしょうね。30年くらい前に高校卒業の19歳に無知で世間知らずだった私は1億2000万人のクイズ王決定戦沖縄地区予選に実戦で出場しました。ほら、1週目は、勝ち抜きましたが、翌週は残念な結果に終わってしまいました。クイズ番組の企画に参加してドキドキしたのは久しぶりでしたね。お三方は過去にクイズ番組の出場経験はありますか？ということでございます。出
上ないですね。ない。ま、周りあ、あれだ、天才クイズの話は？あの王子は、天才クイズという、こちらの、CBC ラジオ、ラジオテレビでね、やっててね。はい、あれはローカルですか？ローカルですね。で、まあ、大体、5人1組になって、まあ、小学生もいたのかな？小学生がね、はい、いろんなクイズに挑戦していくんですけども、はい、最初のね、どうかな3問目ぐらいまでは、うん、5人グループで、考えてね、答えを出すことができるんです。で、イエスノークイズですので、×か丸かっていうのを、帽子で被るんですね。うん、で、まあ、大体ね、簡単な問題多いもんですから、まあ、まずみんな正解するんですね。で、もし間違えても、グループでね、相談してやりますので、まあ、同じように全員がね、ダメならダメ。っていう形になるんですけども、うん、まあその時ね王子ですね、まあ昔から持ってるんでしょうね、一人だけですね、はい、赤い帽子をかぶってしまいましてねあと全員白だったんですね。いきなりの、うん、多分それね1問目ぐらいでねちょっと失敗してしまいましてね、そっからもう、うん、間違えたんだね。でもねこれやっぱりあれ手の持ってる方の帽子をねどっかでこうなんていうのかな交互にしちゃったんだろうね。うん。そしたらテレビにね、ドアップで抜かれましてね、うん、王子のね、お母さんもタジタジっていう、ね、で、この時の、また検索していただければわかると思うんですけども、このテーマ曲があるんですけども、うん一人だけ違う帽子かぶってたっていう歌があるんですけども、うんね、まさしくその通りになりましたね、王子ね。うん、狙った？いや、狙ったというかね、その時本当はね、恥ずかしかったな。やっぱり。あ、新一さんが高校生クイズって言ったけど、高校生クイズ参加する人、はい、やりましたよね。そうそうそう。ありましたよね。うん、なんか友達がすごい頑張っていって、でも1問目か2問目でもうあっさり、うん、なんかクイズに負けて帰ってきました。うん。そういう時ありますよね。はい。ね、まあ、なんだ、ウルトラクイズ？うんうん。会社の同僚が出ましたね。あら。ウルトラクイズってアメリカ行くやつニューヨークですよ、はいはい。あれに出て、まあなんか予選があったんですけど、うん、第1回戦は行けたらしいんですけど、うん、2回戦で落ちたらしいですね。うんうん、あれ結構なんかね、難しいですもんね。ねえ、あれに、ね、残る人ってすごいですよね。うんうんはい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ドキドキで紹介しますね。はい。はい、読谷村のフルムーンイカリーさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ドキドキ。僕の娘が韓国のアイドルグループ、セブンティーンの東京ドームライブチケットの購入権利が当たりました。当選確率が非常に皆無に近いそうで、娘は発狂しておりました。ライブ当日の娘は絶対ドキドキマックスですよね。一方、急遽東京行きが決まり、予定外の出費が決まったお父さんも、懐事情がドキドキものです。ということです。ああ、でもね、そういったね、自分の好きなね、このアイドルとかね、芸能人の方にね、うん、会うことができるとなるとね、本当にドキドキしますよね。うん、ねえ。昔の王子ですね、うんまだ若かりし頃にですね、うん、ね、堀ちえみさんってアイドルの方、もう今ね、うん、ね、あれかな、ちょっと病気されてまた復活されてね、うん、そうですね、ね、ちえみちゃんとね、私ね、前から2番目ぐらいで見てたんですね、うん、目が合った時はね、うん、ドキドキしましたよ、本当に。いや、なんていうのかな、やっぱりこうね、コンサートってこう、うん、いろいろこう動き回ることがね、うん、多いと思いますけども、うん、なんかセンターでね、ふっと目があったんですよね。ほんとにその時はね、ドキドキしましたね。うん、なんか、まだ懐かしいな、そういうの。うん、まだね、若かりし頃ですからね。うん、シュプリームさんがエリチエミではなくて。あ、エリチエミさんもいいですね。このね、名前がわかる方は結構なね、うん、年齢いってる方かなっていう。うんうん、あと、あれありましたよ。南の横ありましたね。ありますね。まあ、頃は、おにゃんこクラブも行ってましたね。結構ね、いろいろアイドル系はね、行っても、早見優さんとかもね、行ってましたよ。うん、もうまあ、今みたいにね、チケット取るのもそんな難しくなかったですね。
いや、難しかったですよ。難しかったですよ。難しかったですよ。多分ね、そのスーパースターの方はね、取りにくいのかなと思うんですけど、大体、通常、あれ電話だったのかな、なんか早くね。電話でしたね。うん。電話つながって。全然つながらなかったっていう。あ、で、つながらないよね。シュプリームさんが、みなみな陽子で泣くとか言って。あの、味覚ゼロさん、腰地吹雪でも泣く。そうですね。どんどんみんな渋い方の路線に行ってるけど。あの王子、一応、全部ね、名前と顔が一致しますよ。わかるね。じゃあ、メール紹介しますね。はい。シュプリームさんからです。ありがとうございます。ドキドキ。沖縄に行く目的の一つは、ラジオ局巡りやパーソナリティさんに、お会いすることですが、番組内でつながっていてもリアルにお会いするときはドキドキしますよね。でもある意味お互いを知り尽くしていたりするからすぐに会話が弾んだりして不思議な感覚になりますね。あ、スポンサーの夢屋さんにも訪問する予定だったのですが、渋滞に巻き込まれてやむなくスルーさずるせざるを得なくなり残念でしたということで、ね、また次回沖縄に行かれたときはぜひ寄ってくださいね。そうですね、ぜひぜひ、はい、ね、でもやっぱり、そう、メール投稿するので、結構その、身の上話を知ってるじゃないですか、パーソナリティさんって。はい、そうですね。だからね、なんか、知らないようで実は知ってるみたいな。だから話し始めると、なんか話に弾む、話が弾むかなっていうのはありますよね。いろいろ細かい話は知ってると思いますよね。ね。うん。なんか、ラジオあるあるですよね。そうですね。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。続いてですね。はい、タイ、名古屋チームの皆さん、こんばんは。台風、こんばんは。台風が近づくごとに、たまに吐き気がするアレックスです。あら。あら。それは大変ですね。最近は全然ドキドキしてないです。深夜、寝てるときに、猫が本棚から本を落としたときは、ドキドキしてますけどね。それくらいですわね。そうですね、ホークスの選手の栗原が背中の筋肉を見せたらドキドキする。あら、大関君が、マウンドから声を上げてストレートを投げてきたら、私はバッターボックスでドキドキが止まらないですよ。ウフフフフって。まあ、王子ね、千賀投手のね、お化けフォーク見たらね、ドキドキどこの騒ぎじゃないですよ。もうびっくりこいちゃってね、もうバッターボックス立てないですもん。お分かり、うん、これは野球あるあるなんですけどね、フォークボールってこう落ちる球があるんです。はい、で、日本一、素晴らしいフォークボールを投げるっていうね、この千賀投手っていうのはホークスにいらっしゃいましてね、もう今年のオフはね、アメリカに行っちゃうんじゃないかなっていうね、言われてるすごい選手がいまして、この選手がですね、はい、愛知県ですよ。この地元は蒲郡、出身のね、育成って下の2軍の下かな、はい、からずっと這い上がってきて、今、日本一の、ピッチャーになってますけども、そういった方がね、ホークスに入って、なぜ中日に入な、ね、なかったのかなって、見る目がないんだなと思ってね、そんな話でございます。ツイキャスで、はい、クドゥドゥドゥ近所さん、はい、こんばんピース、沖縄よりアキーラです。ピース。ピース。今、なんで一瞬黙るの？いや、なんて答えていいのかなと思って。いや、こんばんピースって言ったら、こんばんピースでいいじゃないですか。チャーガン中ですかって。はい。はい。元気にしております。元気です。はい。もういちいち言わ、一瞬止まるのやめてくださいな。ちょっと頭で整理してから。はい、はい、じゃあメールお願いします。はい、こちらはですね、はいはい、今週のテーマのフルーツですね。フルーツのテーマで、はい、いきますね。あ、まあ、これちょっとね、ドキドキしちゃうね、メールなんですけども、はい、みそにさん、ダンサーさん、王子様、こんばんは。王子様ですよ。王子様、王子様。ね、これはね、マンタキラジオのね、みなこさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。もし王子様とデートができるなら、どのようなデートプランをするのかなと密かに想像しています。もし王子がお背中流しますよと言ったら、逆に私が王子の背中を亀の片足で力を入れてゆっくり痛いやん、さすり洗ってあげる
うふふ、今日多いですね。なんかうふふっていうのが。ちょっとなんか、一応ね、王子宛てなんですね。そう。メールはなんか今日のね、メールの方がね、うん、ドキドキしちゃうよね。うん。これあれかな、BG 落として、ちょっと、リバーブかけた方がいいですか？何を？え？いや、だってよ、私がやるよりか、やっぱり女性がね、やった方がね、ちょっとやってみましょうか。はい。続き読んでください。はい。これ言いますよ。髪の子たわしで力を入れて、ゆっくり、さすり洗って、差し上げますよ。あんまりやるでしょ。王子のあれではね。ちょっとやめればよかったね、今のね。うん。何それ。さて、今日のテーマ、果物。私は以前は毎日バナナを食べていましたが、ここ最近は毎日リンゴばかりを食べています。シャインマスカットも食べたいのですが、高価ですね。そういえば、柿ありますよね。最近ニュースで見たら、糖度が20度ぐらいあるそうで、2個で100万で落札されたとか。あら、すごい高いのがありますね。私は柿は食べないので無縁ですが、いちご、リンゴ、シャインマスカット、農家の方がいましたら、私にください。私にくださいっていうふうに問いかけがありますので、うん、皆さん、マンタキラジオのみなこさんにね、はい、差し上げてください。そしてマンタキラジオのみなこさん、どういった方か、FM 読谷、うん、土曜日夜9時、ぜひお聞きいただければと思います。そうですね、はい、FM 読谷ですけれどもね、はい、お聞きいただけたらと思います。聞いてください。はい、土曜日でしたね。土曜日です。はい。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは CM の後は名古屋は栄養コーナーです。はい、キウナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターAnd Object の実験的ミュージアム。ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。名古屋にある電脳職人村はインターネット一筋22年。サイト制作、システム開発などニーズに合わせて提供します。最高の品質、最高のノウハウ、最高の感動をお客様に。お問い合わせは電話 052-232-8333、 または電脳職人村で検索。ただ一つ叶うなら、お母さんに会いたい。その思いが僕の心を動かし歌にしました。福田康之、フリージアの花、キャンパスレコードにて絶賛発売中。ねえねえ、学校のイベントは決まったの？まだなら八重瀬町の畑で芋掘り体験はどう？一人500円で約2キロの芋を持って帰るって。予約は 098-998-4010。 ぐしちゃ芋生産組合、あさとに電話したらいいさ。おやつと軽食の店、夢屋。
那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋は、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分。詳しい場所は地図アプリで検索。キユナ小屋。名古屋は栄養コーナーでございます。はい、ですね、このあの私たちのね、この名古屋市の、まあ、あの今このスタジオの近くで出ます、あのあれなんだっけ、ぶどうだけど巨峰、あ、巨峰ですね、が、あのね、まあ有名というか、たくさんそういう、あの、農家さんがある、ね、あの地域なんですけども、あの近くのね、小学校にも、このまあ、ぶどうも栽培っていうんですかね。うん、あの、その農家さんの指導によって、その、うん、なんていうのかな、上に吊るすような、うん、形でね、あの、ぶどうをね、栽培している小学校もありますので、うん、結構ね、たくさんそういう販売所もあって、買われる方多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、あとはこの、安城市っていうね、愛知県安城市っていうところにはですね、梨とね、いちじくが有名ででして、うん、まあ、王子はですね、そのイチジク、まあ、大体皆さんご存知だと思うんですけども、うん、あの熟してね、あのダランダラになるやつ、うんうん、もう手で持てないっていう、うん、ね、もう手で持ったら崩れちゃうよっていうぐらいのね、うん、あのすすって食べるっていうのがね、うん、すすって食べる、うん、本当にそうなんですよ、うんうん、で、なんかそういうのが好きで、うん、ただやっぱりね、そちらの方に出かけることが多いもんですから、うん、まあ、最近はないんですけども、よくいただいてですね、うん、忘れた頃に食べるとちょうど、ね、デランデランになってるっていうね、うんうん、そのパターンがね結構多かったんですけど、うん、あとはもうやっぱり梨ですね、うん、まあ、王子ね、あんまりリンゴがね得意じゃないんですよ。あ、そうなんですか。ね、そのところの梨の方にね、あの水気がいっぱいの方が好きでして、うん、で、まあリンゴでいくならば、リンゴジュースにしてねっていうね、うん、タイプなんですね。まあ、うん、そうするとこうそのままの形でね、いただくとなると梨のがいいなっていう。うんうん、ただその詳しくね、農家のお友達がいませんのでね。あれ、安坪さんが安城市住んでましたって。あ、そうなんですか。そうなんですね。あら、うん。ね、安城市はやっぱりいろいろ農業が盛んな地域なので、うん、ね、いろいろ果物も、うん、農作物たくさん取れますよね。そうですね、野菜系も多いですよね。うん。うん、だから、ね、まあ、一番やっぱりお米でしょうかね。うん、まあ、そうです ね、うん、ね。皆さんご存知となるとね。風景が広がってね。うん。うん、そんなね、町でございますけどね、だからといってね、そこで農業体験をしたとかね、うん、そういうことはないんですね、うんうん、やっぱりこう、よくこの道路端っていうんですか、そういうところに、お金をね自分で入れて、持って行ってくださいっていうね、うん、なんていうのかな、無人販売、うん、そうそう、無人販売、うんうん、それが結構多いですね、うん、確かに。だからね、いつも疑問に思うんですけども、うん、ちゃんとお金を入れてみんな持ってくのかなっていう、ね、なんでその心配するの、うん、それが心配なんですよね、うんうん、でもやっぱり、はい、あ、もう終わり、うん、もう終わり、そうなんだ、もう終わりなのね、うん、はい、うん、そういう心配をしました、はい、そうそう、王子でございます。でもイチジクとかね、やっぱり盛んですし、うん、あの、ね、桃も実はね、取れるんですよね、はい、あっちの、はい、小牧の方とかね、うん、はい、ということで、はい、ということで名古屋栄養のコーナーでした、はい、はい、メールご紹介します。はい。ダンサーさん、みそさん、バサス抵抗ゼロ、エクセレント滑り王子、こんばんは。シュプリームです。こんばんは。こんばんは。今夜は静岡県のタヌキ湖まで富士山と皆既月食を撮りに来ています。あら、うん、本格的でございますね、うん、というか今撮影を終えて車でほっこりしています、
今週のテーマフルーツ、うちの嫁大玉のスイカを半分に切り、それをパンイチで抱きかかえ、まるでカップアイスを食べるかのごとくすごい楽々と食べ尽くすやばい女です、これこのすごいわ、今この文面がとってもやばいよね、気づかないあの奥様が聞かれてたらね、あのそれどこの騒ぎじゃなくね、あの、あのパンチを食らう、パンチどこの騒ぎじゃないですよ、パンチを食らうんじゃないですか。今シュプリームさん、雲海を撮影しに静岡県側から山梨県側に移動するのでスーミーしますって今移動中ですね。あ、移動中ですね、あとですね、あ、王子、メロンに生ハムと、美女のおっぱいハムハム、どちらが好きですかどんな質問？それね、聞かなくてもね、それは G カップハムハムの方がいいじゃないですか。そういえばね、あの、柿の生ハムも美味しいんですよ。はいはい、最近ちょっとハマってます、で、素敵な写真がね、添付されてて、そうなんですね、今日の。そうですね。1枚目、あ、もう、これは1枚目は、月の下に富士山があるのですが、月に露出を合わせると真っ暗に。ああ、なかなかピント合わせるのが難しいっていう。やっぱりね、そうなんでしょうね。光の加減がね、難しいです、ね。はい。はい。ありがとうございます。あ、2枚目もすごい綺麗。はい。ということで、同じくね、写真がね、皆既月食の写真が添付されているメールが来ましたよ。はい。愛媛の桜エスです。こんばんは、お久しぶりです。こんばんは、ありがとうございます。はい。皆既月食、きれいに見えました？旧名古屋のみんな見れましたか？見えましたよ。見えましたよ。見ました、私も見ましたけど、写真撮るの忘れましたが、お姉さんが撮ったのを送りますっていうことで、あ、これお姉さんが撮ったのね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではメールもう一度紹介します。はい。沖縄大好きさんからです。ありがとうございます。フルーツ。フルーツ美味しいですよね。リンゴにバナナにブドウにメロンにオレンジ、どれも美味しいですよね。個人的に、ん？大丈夫？どうぞ。個人的にリンゴと梨とバナナとみかんメロンは好きです。そういえば平成仮面ライダーシリーズに仮面ライダーガイムという作品があるのをご存知ですか？フルーツと鎧をモチーフにした仮面ライダーで、フルーツの形をした南京錠をベルトにセットして変身するといった感じです。このアイテムの名前をロックシードと呼ばれてます。っていうこといっぱい種類が書いてあるんですけど、ね。すごい詳しいですよね。すごいよ。いろんな武器で戦ってますよっていうことです。あの、王子、あの、仮面ライダー1号、2号、V3。それぐらいまでですか？すごいいっぱいね、なんか写真でもされてるんですけどね。はい、じゃあエンディングでーす。はい、エンディングでーす。はい、来週のテーマは合格。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 来週のテーマは合格です。お小遣いで買えるお菓子がいっぱい、那覇市長田、おやつと軽食の店夢屋、芋掘りイベントは八重瀬町牛ちゃん芋生産組合、キャンパスレコードで絶賛発売中、福田康之フリージャの花、ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、アートワークウェブサイト FMJG、 陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海共和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、高級木材のご用命は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、本日もお聞きくださいましたありがとうございました。またツイキャスのコメントなど、おまけコーナーで紹介します。